ジミー・コブはアメリカのジャズミュージシャン、ドラム奏者。アメリカ合衆国ワシントン DC 生まれ。1950年代前半は、キーター・ベッツとの活動を通して参加した妻でもあった、ダイナー・シントン、アール・ボスティックの伴奏などで知られたが、1958年からフィリー,ジー・ジョージ・オーンズの公認として、マイルス・スレービス・クインテットに加入。 1959年には、モードジャズを確立した歴史的名版、カインド・オブ・ブルーのレコーディングに参加した。他にも、ウィントン・ケリー、ウェス・モンゴメリー、キャノンボール・アダレー、ジョン・コルトレーンなどのアルバムで数多い演奏を繰り広げ、ハードバップ家を代表するドラマーとしての地位を確立した。特にマイルス・デイビスを支えたウィントン・ケリー、ポール・チェンバースとのトリオは、 今も語り継がれるジャズ界最高のリズムセクションとして、名高い。90歳を過ぎても、なお自己のグループ、コブズモブ、ジミーコブトリオを率い、またサイドマンとしても、4ジェネレーションオブマイルス等で、精力的に活動を続けていた。ほんの数秒聴いただけで彼だとわかる、驚異的なスイング、シンバルレガートはトレードマークであった。ジャズの黄金期を知る最後のミュージシャンとして、 ドラマーのみならず更新のミュージシャンの勘となり続けていた。2020年5月24日、肺がんのためニューヨークの自宅で成去91歳をつ。不法は、夫人が Facebook 上で公表した。ありがとうございます。